春の長雨から一転、久しぶりの晴れ間に観光客で賑わう奈良公園。お目当てはやはり鹿。ところが奈良の鹿をめぐって県が出した方針が。これまで保護対象だったエリアの鹿を駆除する方針が決まりました。 奈良の鹿は国の天然記念物として保護地区、管理地区そして間にある観賞地区に分けて管理されてきましたこのうち干賞地区の鹿が農業被害を引き起こした場合は市内の施設にある特別柵に収容して保護してきましたが県によりますとおとといの検討委員会で今後は駆除する方向性が示されたということです 特別策は鹿の増加で収容能力を超えていると指摘されていて。去年には餌が足りていないなどと獣医師が虐待通報をしていました。この方針に奈良の人々は。神の使いということで、奈良では大切にしてますけれども、農作物の。そういったことを、あの。

一定の駆除をするということは理解できる、やっぱり奈良の中心部のいわゆる観光客の皆さんが認知をされている奈良の鹿っていうところの世界はです、ね、やはりここはあのよりあの保護の度合いを高めて、ここはちょっとこうコントラストをもう少しくっきりとつけていく必要があるだろう県は来年3月の検討会での合意を目指すとしています。